キソンです。今日はですね、約2年ぶりになるんですけども、指導官の、総本山でよろしいですかね、うん、にお邪魔しまして、2年前はですねキースさんと一緒に収録させていただいたんですけど、ね、今日はソエの総帥と2人ということでよろしくお願いします。2年ぶりにちょっと訪問させていただいたんですけど、うん、相変わらずマニアックな素晴らしい器がいっぱいありますけども、うん、あ、その前に去年の秋に国際大会、うん、ありがとうございました。なんかいろいろとさせていただいて、それで今指導官さんはどんぐらいあるんですか、うん、世界中に。大体70、国と地域ね、70ぐらいかな。もうあちこちありますよね、国と地域ね。また来週オーストラリアの大会に行ってこようかなと思ってね。年に何回ぐらいこう、うん、出てるんですか。忙しい。フェイスブック見ると毎月公開か。奥さんのいる人もおりますけど。いらないほら。国際12回だな。12回。月1回。月1回。少なくて6回。少なくて6回。国際結婚して、イラナがほら、いろいろ海外にどんどんやってくれたおかげでね。カナダと、どこだっけ、この間入ってたの。カナダ、インドネシア、ノルウェー。ノルウェーもあるんですか、うん、インドネシア。インドネシアの道場、すごい道場。バリと。ああ、そうか。バリにもあるんですね。うん、この間、道場、すごいの作ったな。海外の道場はもうすごいよ。うん、だから俺も山の、大村山のふもとに、五十木、山全体が道場だっつってるわけ。だから今、なんていうんですかね、もう僕もちょっと前、極真をちょっとやってましたけど、極真がこうもう細分化というかもう分裂しちゃっていく一方で、逆に指導官の方が一番なんかでかいんじゃないですか、足原会館と指導官。足原社もこの間ひだろり君が世界大会10カ国しか来なかったんですけど、大石総極真が30カ国ぐらいかな。ああ、そんな来てるんですか、うん、来たって言ってたよ。だから国内はね、指導官はね、伸びないなっていうのはね、俺のこと怖がってるんじゃないか。いや、優しい。そうなんですよ。優しいから言っちゃいますけど、そういうラジオな。自分は体ばかりじゃ次第なんで、やはりイメージが、そうなんだよな。あのイメージがあったじゃないですか。永久追放、永久女性の足原勇気、そうなんだし。まあ、猪木監禁事件とかあるから、村上隆二とか、佐藤健一とか、大久保君とか、また見た目が出る弟子が、あいつら営業妨害するんだ。営業妨害を。な。じゃあ、あれですね。優しいんだよ、俺、本当に。逆に言うと。優しいんだよ。そうなんですよ。だから、実際にこうして交流させていただいて、ごめんなさい。もう全然自分の中では新聞記事の極真の猛虎逮捕っていうのがあったんで、新聞記事のあったんで怖いのかなと思ったら、実際はそうだろ、すごい面倒見ていただいて、いつもニコニコ。だからその分海外はそうじゃないんだな。それは武勇伝に変わっちゃってるわけ。ああ、そう。それからこう来るんだ、ね。で、幅広く、キックも、グレップリングも、自分が好きなものをやりなさいって言ってるから、ああやっちゃダメ、こうやっちゃダメって言わないから、だから入りやすいかもしれない。だから町二代目館長ももうちょっと太っ腹にして、極真のですね、うん、ブラジルのフェロなんか波紋にしないよかったね。あ、今フェロとブラジルの三角健坊と仲いいんだ。あ、そうなんですか。この間ブラジルから本送ってきたよな。あれどこ行った、下にあるかね、ブラジルの選手中なんか作ったね、戦う。ああ、戦士だな。戦士に行っちゃってるってことですね。戦士という本な、指導官のことかなり書いてたよ。へえ、増田師範とかも戦士には行っちゃってますよね。だから少しぐらい波紋にしないで温かくね、懺悔すればいいことだから。だから人を絶対に切らないはいいんだよ。それまた戻るから、少し嫌だからっつって外しちゃうとね、その子のためにならない。俺高校の時は狭山学校高等学校ってね、女校長先生が子供預かってんだから、タバコ吸ったとか悪いことしたとか、そのぐらいでね、退学しちゃいけないってさ。俺学校の先生1年間手伝ったことあるの、教員のあれでね。それで人を切るってことはよくないんだよ。どんなことあっても助けてやる、救ってやる。だからうちのほら
土屋氏しゃんでも村上十字でも普通はもう波紋みたいすれすれ皮一枚残ってるんだでも波紋すれだろいつも俺向かっていいんじゃん。ああそうそうです、ね、明日も当番30人ぐらい来るの先生の石見垣にね。だから絶対にあの町二代目館長はもったいないね。絶対にフェルとかアイスとは大事にしたらいい。そこら辺がなんか先生あので自分パーティー出させてもらって思ったんですけども、うん、足原会館の時も、うん、あの日の根館長を舞台に上げて、うん、原田師範を2人上げてそうそう、うん、もうボタンのアクセスさせたじゃないですか。ボタンの掛け違いだから。だから足原秀典館長もまだ若いからどうしてもらね面白くないの分かるけど、足原先代が亡くなる時にそばにずっとついてたでしょ。で足原師範の本書いてある。ああいうね難病になっちゃったでしょ。そこはよく原田君もね一生懸命頑張ったからね。もうちょっと時間が経てばね、うん、なるんだね。そういうなんていうんですかね、うん、今のフル今回のゴッドファーザーじゃないですけど親付き存在、そんなことないけど、はい、この間もあのゴングスピリットだっけ、ゴングスピリット取材で新馬さんと会って話したの。新馬さんボーンって蹴られたけど痛かったけど、すごく恨んだけど、その俺のこと一番なんか懐かしいって言うよ。いつだよ新馬さんが。それなんか新馬さん好きだから。新馬先生もうちの今、うん、あの議員がストロングプロレスの顧問になったんで、うん、毎月2ヶ月に1回ぐらい会ってるんですけど、自分聞いたんですね、うん、本当にそういうの先生に蹴られたんですかって、うん、本当に蹴られたよ、うん、だけどもう今仲いいよって言い方されてましたね。梶原先生がね、東京、大阪、名古屋で3回やろうとしたんだよ。で、新馬さんはあの挨拶に来たって言うけど、喧嘩で、大山シルシャンがドンってついたわけ。パッと構えた瞬間に、あ、大山シルシャン戦かしたらまずいなと思って、バーンと受けた。大山シルシャンは、お前何すんだって俺の顔見たんだよ。何すんだお前はって顔して。俺がやろうとしたのにって。そうそう。で、新馬さん終わった後、いや、あの、プロとして付き合いましょうって言われたわけ。俺もアマチュアだったからまっすぐだったから、ね、すごい話ですね。それはそうでも仲良くなって、でもそれがあれだけども今仲いいってなんか逆にそう男と男の友情みたいですね。喧嘩して仲良くなったっていうのは逆になんか、うん、平井さんっていうのがプロモーターで、ね、社長ですね、うん、彼もすごくハートがいいね、そうですね、もうすごいいい人ですね、うんうん、それであの先生はもう正直な話、今はもう先生、あの曽根先生もこうレジェンド的存在ですけど、うん、もうこれも人間だからしょうがないんですけど、もう空手バカ時代世代にとってみると、もう歴代の人が皆さんこう亡くなっちゃってってるじゃないですか。うん、で、先輩、あの先生お元気でね、あれなんですけど、やはりいろんな、ずっと今まで極真化を見てきたんで、ちょっとミーハーな話になるんですけど、うん、先生が、まあ直接戦ったもしくは見てきた中で、うんうんうん、最強の人間って3人ぐらい挙げてもらえますか。3、2、1と大山、うん、館長は抜きで、うん、まあじゃあまず3位、うん、中村泰さんがやっぱり中村泰さん、大山茂の師範とあと足原師範、その3人が第1回オープントーナメント出てたら俺は山崎は簡単にやられたと思うよ。もう先輩に勝てない。もう先輩しても大したあの弱い先輩もいたいっぱいいる。そうそうそう、口先空手のやつ見るけど、あの当時やっぱり中村忠志、大山茂、足原師範、あと大山康子さんぐらいかな。あ、じゃあこの4人が曽根さんから見て、まあ、大山康子さんは弁護士の勉強行って戻ったからね。そうですね、ずっと続けたのはそのさん、中村忠志、大山茂師範と足原秀之、生まれつき持ったものあるよね。だからそれはもう俺たち逆立ちしても山崎も俺も勝てないと思うよ。まずはやっぱ山崎はこう低性のものを持ってるけどね、あれはね空手うまいのはね、小さい頃ね山梨の学校でね小学校中学ねずっと山歩きをね往復学校広いね何時間も歩いたんだ。あ、通学で。そうそれで東京の人に足腰負けないって言ってたよ。そりゃそうですね。空手の稽古ももちろんやったけど、子供の頃から学校行くのに、もう常にそれが稽古ですね。で、鶴子の梶原先生のお父さんの学校行ってたんです、ね、
学校の先生やったの、梶谷先生ね。うんうんうん、ということはあれですね、うん、じゃあもうそういうの先生から見てやはりレジェンドと呼ばれた大山兄弟ですよね、うん、大山兄弟、中村、正志さんと芦原さん、このもう本当に梶原先生がよく名前出した、うん、まあ黒崎先生は別格だよね。ああそうです、うん、黒崎先生と大山先生は別格だね、うん、まあ、先輩でね。おっす。で、大山抹殺館長っていうのはやっぱりあの金子信夫みたいな感じ。そういうとこあるんだよ、金子屋みたいな。それちょっと喋るとこだけでいいんだよ。あるある。あの僕やっぱ神宮やつの会好きなんでいや金子信夫ライブって言っちゃうとさ、う先生お前何言ってんだと思ってバケて出てくるから。そうだ、まあ仁義なき戦いのね、金子信夫ライブも柳川さんがね、アジア民族同盟作ったんですよ。いやだから、その時佐野会長が拓大のね、公安からアジア民族同盟の会長になって、俺仲良かったの。そこに城西の上野君って、城西大学で暴れて、クビになって拓大行ったんですよ。すごい、すごい話。で、大山先生はそういうの講じて、先生と一緒に行ったの。その時にあの山田会長だな、仁義なき戦いのモデルになった人が来てましたよ。おお、そうなんですか。で、50人ぐらいだ。その時はみんな拳銃持ってたのね。そんなにうるさくなかったんだよ、警察が。うるさくなかったんだよ。いや、ほんと拳銃以上使いまって50万ぐらいの罰金の頃だ。あのね、東京タワーの下のプリンスホテル、あそこでやったんだよ、アジア民族同盟の発会式。これ、あの時何歳だったかな、まだ20何歳だった。それは昭和40年代とも50年代ぐらいですか、うん、で柳川さんがあの山口組を辞めて、アジア民族同盟名誉会長だったの、佐野会長が会長でね。でその事務局に上野久志って俺の同級生がいたんだよね。そこでついていったの。で山田会長来てたよ。ベニーキデーとほら俺の弟子村上だった時、大阪府立体館、その時菅原文太と来てたんだよ。菅原文太さん、そのまんまじゃないですか。そうだよ、そのまんまですね。山田さんがあの仁義なき戦いの映画なんか深崎監督のいろいろ教えたりとかよ、高倉健さんの殺し方と、菅原文太の殺し方ちょっとリアルでしょ。その時あの菅原文太来てたのすごい話ですね。あの観客席にいたんですか。そうそう、あれね、シーザーとも仲いいんだよ、シーザー武志。新田武の結婚式も菅原君と来てたよ。ああ、うん、そうなんですね。千葉真一とかさ、みんな役者多かった。だって高倉健さんがあれだよ、あの田岡さんの3代目の映画なんか、そうですね、やりましたね。さっきもねちょっとお話ししてましたけどね。面白い世界だって。わかりました。それであのじゃあもう先生あまり長くなっちゃうとあれなんですけど、あの自分すごいなと思うのは、先生体型が全然変わってないですよね。これあの今なんかこうなっちゃう人多いじゃないですか、うん、あこのプールでね、DC のところにやるの、梶原先生の別荘の隣に理想でのプールの中でトレーニングしてるの。ああ、プールのトレーニング。若さの秘訣は、今プールのトレーニングする。ちょっとそれを聞きたかったんですよ、自分。プールでトレーニングしてね、山歩きとかね、あちこち痛いんだけど痛くて動かしたの。あと国際結婚したいんだよ。国際結婚するんですか。それ国際結婚。俺2回目だから。2回目ですか。1回、あ、そうか。離婚して、お前。そういう話いいですね。国際結婚したいよ、お前。国際結婚すると。それでね、いろんな国回る。うん、国際結婚だけじゃダメなんだよ。いろんな国行って、空手を通じて、いろんな人と知り合って、その国の食べ物を食べる。そうすると、あの脳が動く。活性化されて、それでいつまでも分かる。そう、じゃあ天国つくもそのインド行ったもんな、はい、また行こうだ。じゃあ結論ボクル面白いよ。ボクルだ。じゃああれですね、結論は、あのユリアナ夫人がいるから、そう若いということで。そうだと、あのいろんなとこ行く。いろんなとこ行く。いろんな人知り合う。いろんなもの食べる。結婚。いろんなとこ行く。いろんなもの食べる。そう、これは若さの、いろんな人と知り合ってね。おっす。面白いよ。おっす。人生は楽しいもんだ。おっす。楽しい人生ですね、じゃあ先生。そうそう。だから俺最近沖縄が好きなんだよ。おっす。沖縄よく行ってますね。沖縄の人明るいでしょ。おっす。
立夏立夏温泉ってあるんだ、そこに。おな、立夏立夏温泉な。沖縄からでかいからすごいね。ああ、すごい、ね。でかいのがあるんですね。そうそうそう。わかりました。あの、じゃあ、国際結婚すれば、長く元気になれるということで。ちょっと、奥さんしょ、せっかくなんで、アピールしなさいです。いいですか。声だけで。はい、声だけで。じゃあ、すいません。なんか、取り留めのない話になりましたけど、たまにいいですね、こういうの話も。まあ、あの、国際結婚すれば、そうだな、若くなると。好きなことやってですね。はい。金髪の奥さんもらえばいいってことですね。そう。わかりました。ありがとうございます。じゃあ先生また、今後ともよろしくお願いします。失礼します。